こんにちは、パーカッションの高文です。今回はシェイカー10種振り比べということで、さまざまなタイプのシェイカー早速聞いていただきました。すべて同じマイクレベルで録音しましたので、違いがはっきりと出たんじゃないかと思います。ビギナーの方からプロの方までシェイカー選びの参考にしていただければ幸いです。まずはこちら LP のエッグシェイカーです。エッグシェイカーって基本的にすごく作りがチープなものが多いんですけれども、この LP のものはしっかりとしたプラスチックで、中の砂の量もちょうどよく入っていて、しっかりとサウンドします。ですがやはり音量は少し小さめなので、実際にライブなどではこう2つ持って音量を稼いだりします。目玉。続いてはこちら LP のデュオシェイクです。このシリーズにはソフト、ミディアム、ラウドと3種類ありまして、この黒はソフトですね。とても小気味いいサウンドで、軽やかな雰囲気を出すのに最適なシェイカーです。アコースティックだったら僕はほとんどこれ使ってますね。コントロールもしやすいので、ビギナーの方にも大変おすすめのシェイカーです。ちょっと音量が弱いなという時には、先ほどのエッグシェイカーと同様、同じものを買い足して、このように3連にして使ったりもしています。続いてはこちら、浜崎商会という日本の大阪のメーカーのシェイカーです。中の砂もすごく細かいものを使っているので、独特のこの木の鳴りの優しい感じが出ていると思います。生音でピアノやアコースティックギターなんかと合わせるととても相性がいいです。ただマイクのノリがあまり良くなくて、バンドサウンドの中では特に埋もれてしまいます。この独特の箱鳴りと優しい感じもですね、耳で聞いた時とマイクを通した時ではだいぶ差が出てくるので、アコースティック専用かなと思います。続いてはこちら、ドイツのシュラグベルグというメーカーの、ウッドシェイカーですね。ショーティーシェイカーというシェイカーです。これは小ぶりなんですけれども、中の砂が結構大きくて、音の粒立ちがはっきりとしています。結構ビシビシとリズムが出るので、アコースティックだと少し強すぎるかなといった印象です。かといってバンドサウンドでもドラムのハイハットと結構ぶつかってしまったりして、意外と使いどころが難しいですね。アンプラグド編成ぐらいが一番このシェイカーがいい仕事をしてくれるのではないかと思います。続いてはこちら、トカのプラスティックシェイカーです。もともとは白かったんですけれども、自分で塗ってこのような色になっております。バンド編成のライブやレコーディングでは僕はほとんどこれをメインに使っています。プラスチックシェイカーのいいところは、こうアクセントをつけずに軽く振った時でもこの擦る音がしっかりと出てくれるというところなんですね。
アクセントでもノンアクセントでもはっきりとリズムが出るっていうのが個人的にはいいシェーカーの条件です。ちなみにこのこする音っていうのは中の砂の量が多ければ多いほどはっきり出るので、この蓋の部分ですね、取り外して改造ができるようであれば、中の砂を増やしてもいいと思います。続いてはこちら、 LP のツイストシェーカーです。このシリーズもソフト、ミディアム、ラウドとありまして、この青色はミディアムです。中の砂が結構細かいんですけど、量がしっかりと入っていて、とてもバランスのいいシェーカーになっています。まあ、万能に使える感じですね。こう取り外すこともできまして、別売りで3個とか4個とか、増やすこともできるので、まあ、とてもプレイヤーのことをよく考えられたシェーカーだなと思います。続いてはこちら、 LP のシェイクイットです。まあ、金属特有のとてもワイルドな感じです。とてもメジャーなシェーカーなんですけれども、この素材が金属のシェーカーっていうのはですね、このノンアクセントの擦る音を均等に出すのがちょっと難しいので、ビギナーの方にはあんまりおすすめしません。中級者から上級者向けかなと思います。続いてはこちら、 LP のロックシェーカーです。まあ、この金色がめちゃくちゃかっこいいんですけども、もうでかくて重くてすっごい振りづらいです。紹介していますけれども、僕は現場で一回もこれを使ったことはありません。まあ、ロックシェーカーという名の通りですね、ロックなどで、勢いよく思いっきり振るのがいいんじゃないかなと思います。最後はこちら、 LP の、サイクロンシェーカーです。まあ、普通のバンドだったら頼むからやめてくれって言われるでしょうね。とてつもない音量が出ますので、まあ、シチュエーションをすごく選ぶと思うんですけれども、存在感は半端ないです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。シェイカー選びの参考にしていただければ幸いです。それではまた。